ヨールはアイスランド及びフェロー諸島のクリスマスシーズンを示す言葉である。本来は無宗教の祝祭であった。ヨールの開始は12月24日午後に今日解答賞により国中に正式に告げられる。正確には6週間にわたっての行事であり、これには7つの時期、日にちがある、ラベンタ、アスファンガダグスコーボルド、ジョラデガー、アンハージョラム、アンハージョラム、 ニアスデガー及びセレティンデン。アイスランドの主な行事はクリスマスイブであり、メインのクリスマス料理が供され、贈り物を交換する。西洋のクリスマスの一般的な伝統と異なり、イブが主要な日である。12月24日の13日前にヨーラスベイナルが街を訪れ始め、行儀の良い子供たちに窓に吊るされた靴の中へ贈り物を配る。クリスマスイブに、 伝統的クリスマス料理が供される。料理は地域と入手しやすさにより異なる。最も人気の料理はラムや豚肉の燻製、ライチョウ、七面鳥である。1月6日にアイスランドで祝うセレティンデンには家の隅に向かい民間伝承師を大声で叫んで邪悪な精霊を追い出して良い精霊とエルフを呼ぶ伝統がある。地域共有の焚き火を囲み、花火を打ち上げて、 エルフが訪れて、人々と踊る。ありがとうございます。